はい、皆さんおはようございます。11月の第2回目の定例記者会見ということでございます。報道の皆さんにはいつもお忙しい中こうお集まりいただきまして大変ありがとうございます。紅葉の時期もすっかり過ぎまして、越後三山にも雪がもう3回降ったということで、下に降りてくるなという時期になりました。市民の皆さんもこの秋野菜の収穫ですとか、冬が越え、そしてまた屋根の消雪パイプ、庭の消雪パイプの準備もこう終わって、冬を迎える準備ができたかなということでございます。一つ心配なのはこのコロナの第8波ということを本当に心配しております。何と言いますか、3年経ってこう慣れというんですかね、こう感染症対策がうちの家族を見てもちょっとおろそかになってきてるのかなみたいなところを感じますし、またコロナじゃなくてインフルエンザの同時流行ということも言われて報道されておりますので、本当に市民の皆さんからは油断ということではないかもしれませんけども、やるべきことをしっかり やらないとこう感染をして、また後遺症とかも報道されておりますので、ならない、かからない、かけないということをこう皆さん、市民の皆さんからやるためにこうしっかりと感染症対策を取っていただきたいというふうに思っております。今日の報道資料については、お手元に資料の通り5項目となっております。後ほど、担当から詳しく説明していただきますが、私の方から2点について説明といいますか発表させていただきたいと思います。1つ目が報道資料にもありますけれども、1点目1番にありますが、付加価値米の奥の極み入広瀬、この前にはございますけれども、その発表を12月16日にさせていただくということでございます。ちょっと話をさせていただきますけれども、今までの小沼産コシヒカリのこのブランドイメージはこう確立されてきたものがあります。産地ですとか生産者ですとか栽培方法ですとか、その今までのそのブランドイメージにさらにその安心安全、それから品質特徴提案広報販売拡大、そういったものを付加価値に加えて小沼産コシヒカリのブランドとして目指すべきこの完成品ということを目指した中で、そしてまた1票あたりプラス5000円を目標にこの所得の向上をこう目的に戦略展開するというものでございます。そんな中で市内の中でも特にこの入広瀬地域でありますけれども、高齢化が進んでおるということ、また中山間山間地で、作業効率も低いということ、そしてまた今回はその入広瀬地域に、特化、限定した中で、棚田で育てられるこの栽培、丁寧に育てられたこのお米を正しく消費者に伝えるということで、品質管理はもちろんですけれども、このパッケージにもこだわって小沼市のデザインといいますか、この桜井幸男さんですけれども、これちょっと PR になりますけど、私が35年前少年野球を立ち上げるときにせがれさんがそのチームに入っておりまして、当時90人くらいいたんですけれども、どうしても9人しか先発はできないということで、ベンチでこう砂いじりしたり草をむしったりしている子どもたちがいっぱいいて、それをお父さんが応援に来ていて、写真を撮っているうちに絵を描きたくなって、そして絵を描いたらプロ野球の選手がみんなこれを欲しがったということで、全国で個展を開かれているような桜井幸男さんのこの絵を、桜井さんちょっとお米に使いたいんですけどということで相談したら、いいですよということで、全部無料ではないですけども、ものすごくご協力をいただいた中でさせていただいたものでございます。ブランドというのは何のブランドもそうだと思いますけれども、生産者と消費者のこの信頼関係だというふうに思ってますので、市と JA と生産者、これがしっかり連携しながら小沼米のこの信頼といいますか、そういうものを再確認
再認識していただけるように、最大限、私ども努めてまいりたいというふうに思っています。12月16日の食味コンテストの後になるかと思いますけれども、ぜひ取材をお願いしたいということでございます。もう一点でございますけど、もうすでに新聞で報道されてますけど、インターメイの変更ということであります。11月の10日号で市民の皆さんにもこの司法でお知らせをしたところでありますけれども、今言ったブランド米の産地として、それは全国的にも認知度が高いというのは私も自負しておるところですけれども、一方でその他県から魚沼市を訪れようとするお客様に、高速道路ですとか駅ですとか、こっちに向かってきても途中の看板にも魚沼という表示が一つもないっていうことをずっと思っておりまして、観光誘客やこの経済活動に発展させるためにはインターチェンジが絶対必要、名前の変更が絶対必要だということで、強い思いといいますか、思ってたところでございます。で、こうなる前、合併、10周年の時も、前も言ったかも分かりませんけど、市に提案させていただいたり、議員の皆さんにお願いさせていただいたりしたことがございましたけれども、相かなわなかったということでございますが、このインターチェンジを名前を変えることによって、経済効果もそうなんですけれども、これから市民が一丸となって、魚沼市を外に発信していくということができる、背中に看板を背負うということになろうかと思いますので、どうしてもやらさせていただきたいということでございます。で、その時期については、今18年、合併して18年ですけれども、平成じゃなくて令和6年、合併して20年のを目標に、その20周年とインターチェンジの名前を変えることと、市が一緒になって前を進めるという、経済を推し進めるという考えのことを、これから2年間かけて PR しながら、そしてまた NEXCO あるいは県、国にこれ思いを伝えていきたいというふうに思っているところでございます。このインターチェンジの名前のことは、もうこれから魚沼市にとっては、インターチェンジの名前ですね、変えることは魚沼市にとってこうもう不可欠だというふうに思っていますので、やってその分今度背中に自分で魚沼市を沿って、トップセールスをしていきたいということでございます。それで、市民の皆さんにこうアンケートを取りますよという広報させていただいたわけですけれども、市内の3000人15歳以上でありますけど、無作為抽出でよって、賛成か反対かというか賛成かどうかという意向を確認させていただきたいということでございます。11月の終わりから12月の中旬にかけて、実施をしていきたいということでございます。アンケートの、ちょっと話に戻ったりしてすみませんけど、この1000人1都9県1000人のアンケートを取ったんですけど、ご承知かも分かりませんけど、このスマートインターを除くと、これのうちとこれで最下位なんですよね、認知度が。で、これ、複数の回答なんですけれども、大和のスマートインターと長岡のスマートインターって、後でできたインターですので、これは認知低いかも分かりませんけど、堀之内と小出が、もう、川口と同じぐらいですけれども、こんなに低い、だから小出のインターはどこにあるんですかっていう、言われる、それぐらい。思いが強いということで、今話をさせていただきましたけれども、ぜひこの経済の活性化につなげていきたいということでございます。で、その経済効果も、費用は確かに3億かかる、いろんなナビから、看板から、地図から、3億円かかるわけですけれども、その相乗効果も16億6千万というふうに出ておりますので、それは変えることによって出た相乗効果であって、その魚沼市の職員あるいは魚沼市をふるさと納税してくれる13万人の方あるいは魚沼特使そういった皆さん、またもちろん市の職員ももちろんですけれども、そういった方々が一緒になって今度魚沼市を
発信していくということについては、それプラスという相乗効果があるということだというふうに思っていますので、そこを今度前へ推し進めて、交流人口ですとか、移住定住ですとか、そういうものにつなげていく、人間を大事にする行政をやっていきたいということでございます。そういうことで、よろしくお願いいたします。あとは、後ほど閣下から話をしていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。